皆さんこんにちは。グローバル AI ストラテジストの原田武雄でございます。今回からですね、肩書きが変わりまして、なんだなんだと思われたかもしれませんけども、今回はですね、チャット GPT ってなんだよということでですね、皆さん方なんだろうなーってずっと悩んでると思うんですよ。いろんなところでいろんなもの読んでると思うんですけれども、よくわかんないなーということでございまして、皆さん方に対しては私ですね、AI の修士号持ってますんで人工知能科学のしっかりとですねお話をしてさせていただいて、それは一体何だってどういうインパクトがあるのか、私ども E 社のですね、正式な見解ということでお話ができればなというふうに考えております。最後にですね、非常に素敵なプレゼント企画がありますんで、最後まで聞いてね。そしてですね、皆様方はそこでアクションしなきゃいけないので、ぜひ最後まで聞いてください、見てください。はい、ということでですね、実はですね、まあこちら東洋経済のね、最近号でございますけれども、ぜひ皆さん買ってね、これね。東洋経済は私好きなんだけど、これ見ていただくと、チャット GPT 仕事術革命みたいな、革命かみたいな感じで。でもまあ、こういうの見るとですね、まあ、サラリーマンやってるお父様方とか、経営者の方とか、ね、まあ、日経系のですね、まあ、競合誌なんかも同じような企画やってて、チャット GPT って知らなきゃいけないんじゃないかみたいに思ってると思うんですよ。はい。でですね、これまで私ども株式会社原田武雄戦略情報研究所では、AI 中んずくこのチャット GPT については、ほぼ全く取り上げてきませんでした。うちの研究部長ですね、私と同じ名前の原田くんっていうんですけど、原田くんがですね、コラムでちょっと書きましたけども、それ以上ですね、基本的にあんまり発表してこなかったんですよ。どうしてか。そんな騒ぐもんなのこれ。っていうことはですね、実際に人工知能科学やってる人たちからするとそうなんですよ。で、まあ簡単に言うとね、チャット GPT ってなんだよっていうことをちょっとお話をしたいと思ってます。そしてですね、その次にチャット GPT はなぜすごくないのかっていう話をして、かつですね、まあすごい点があるとすると、実はその技術的なアルゴリズムというよりも、そのビジネスのですね、全体のこの組み立て方ですね。これがですね、やっぱりまあうまいなマイクロソフトっていう感じなんですよ。で、これに対して、じゃあこれから Google とかですね、それ対抗する競合の企業は一体何をすればいいのかっていうところで、まあ、じゃあ我々どう対処すればいいのかっていう形でお話をしていければと思ってますね。よろしくお願いいたします。最後にですね、もう一回言いますけれども、素敵なプレゼント企画があるので、はい。ぜひ最後まで見てね、ってことなんですけども、まずですね、チャット GPT っていうのは、まあ、簡単に言うと質問をするとですね、それに対して AI がなんか答えてくれると。それはですね、なんか非常に人間らしいんじゃないか、みたいな感じで、まあ、こんな感じですね、ついに、誰もが使える AI がやってきたみたいな。いや、AI って別にアルゴリズムだからね、別に Python 回せばいくらでも作れるんじゃないかなと思うんですけど、まあなんかですね、こういうミスリードな、見解がですね、わーって広まってるわけで、これ要するにですね、ビジネスなんだよっていうことを皆さん考えてください。要はですね、技術的にじゃあどんだけすごいのっていうと、これまあですね、例えば私もね、まあ、人工知能科学の一応専門家であり、かつですね、こうチャット GPT と言われるものは、いわゆる自然言語処理、ナチュラルランゲージプロセッシングと呼ばれる、まあ技術群の中に入ったものなんですね。で、まあ、この辺は実は私就労のテーマなんでよく詳しくですね、まあ、研究したことがあるんですけれども、まあ端的に申し上げるとですね、これはもう NLP、いわゆるナチュラルランゲージプロセッシングがもう苦肉の策として始めたこと、でもあるんですね。だけど、まあ、その苦肉の厚さが何であるのかっていうことをお話しする前にですね、まず大前提として皆様方に対して、私、グローバル、AI ストラテジストの立場からですね、ちょっとお話をさせていただくと、要は何かっていうとですね、まあ、そこにちっちゃな動物がいます。ほんとちっちゃい動物ね。ちっちゃい動物。こっち噛んでくるのかなんかよくわかんないんだけども、みやみやなんか言ってるのは猫なのかなみたいな感じなんですけど、これに餌をあげないとこの動物は大きくならないんですよ。ね。これと AI は同じです。要は何かというとですね、AI、人工知能というのは基本的には与えたデータの範囲内でしか処理をすることはできません。なので、なんかですね、これによっても人類は乗り越えられたんじゃないか。いや、そんなことはありません。だけど何にも使えないっていうこともありません。じゃあチャット GPT って一体何なのかっていうことなんですけど、私、まあ、何度も言いますけど、グローバル AI ストラテジストなんで、まあ、学問的な、アカデミズム的な、ね、立場から言うと、まあ、ちゃんと話さないと私の指導教官の吉川先生から怒られちゃうと思うんで、ちゃんとですね、習ったこと。まあ、この辺はですね、どちらかというと、滝先生と先生に習いましたけども、簡単に言うとですね、何かというと、これはいわゆる時系列、まあ、分析、解析と呼ばれるですね、まあ、群なんですよ。で、それ何かっていうと、要するに、まあ、かといって人工知能っていうのは、ある値があって、で、まあ、この、
値ですね。この値をある式に入れると、ある別の値が出てくるという流れがあったときに、その最初に入れる値によって、ある値が最初で出てくるんだけども、これが、実社間にある数字なんですね。このペアっていうのはね。このこちら側に最初に入れる数字のペアっていうのは、数字の組っていうのはいくらあってもいいんですよ。x1、x2 ってたくさんあってもいいんですね。でも最初に出てくるのが、最終的に出てくるのは y っていうのが出てくると。で、この値がですね、結局この x1、x2、x3 っていうのがバーッとあるんですけども、この x1、x2 ってバーッとある、これがですね、この x1 となる数のことを次元って言います。だからですね、これが100万次元とかすっごい次元になるわけですよ。でも、まあ、いわゆるその、我々言ってるね、なんか4次元とか5次元っていうの、ちょっともうこれ違うんですけど、まあ、それとはともかくとしてですね、この値からこの y が出てきたよと。だから y は予測値なんで、これ y ハットって言います。で、y ハットって実際の y があるわけですよ。その y ハットと y の間の差が出てくる。じゃあ、差が出てくるんだけども、この差を極力ゼロにしてくると、要するにですね、現実に沿ってくるわけですね。で、その現実に沿ってくるためには、じゃあどうしたらいいかっていうと、y からですね、y ハットを引いた数はマイナスだったりプラスだったりするんで、これをですね、2乗しちゃおうと、括弧に入れて。そうすると2次関数って、懐かしいね。中学2年生かな、これ。2次関数にこんなんですね。で、この2次関数の極値って、このお皿のここのところですね。ここのところに、いや、目指して計算していくのは、これは微分って言います。ディファレンシャルって言うんですけど、微分って言いますけども、これ微分っていうのをやってですね、今回はここまで詰めました。じゃあ次の、値行ってみよう。入れてみた。そしたらまた予測値は出てきた。また差が出てきた。じゃあこれをまた微分してみよう。また極値は出てきた。って、こうどん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 現実に近づけていくということをやってるに過ぎないんですね。まあ、私はですね、まあ、敬愛してやまない、東京大学の特任准教授の三吉俊二さんあたりだとですね、三吉先生あたりは、単にこれ、パターンマッチングじゃねえのって、まさにそうなんですよ。パターンマッチングでしかないんですよ。パターンマッチングっていうのは、このマッチさせていって、それが重なっていって差がゼロになることを目指す、ただそれだけなんですね。で、この時系列解析、時系列分析の世界って、タイムシリーズアナリシスって言いますけども、これは連続した数値についてそれをやっていくっていう、ことなんですよ。で、これをやって、じゃあ次どうなるのかな、こんなん出ましたみたいな感じでやるっていうのは、これは RNN っていうんですね。再帰型ニューラルネットワークって言って、これは一番最初の値でやった時に微分、次の微分の時に、前どんな微分の、係数が出てきたかなみたいな感じで、こうですね、こう伝播させるんですね。で、次も次もって、だんだんそう正確になってくるじゃん、これみたいな。で、過去データを読ませて、じゃあ次どうなるかなってなった時に、次はこうです、 Y はみたいな感じで出てくるのが、これは RNN なんですよ。で、このですね、記憶をどうやって高めていくのかっていうので、より長くですね、記憶が出るよっていうふうにしたのが LSTM っていうふうに言います。これ LSTM、 ロングショートタームメモリーというのをですね、やってって、これが一時期ですね、全世界を席巻してたわけですよ。これ LSTM っていうのはやっぱすごいんじゃないかみたいな。例えば株価のね、ボラティリティの予測とかっていうのは、これ RNN 系のもの、再帰型ニューラルネットワーク系のものが使われてるんですね。でもですね、これよく分解すると、こんな中ごちゃごちゃしてるアルゴリズムじゃなくていいんじゃないのってことが分かったんですね。で、これはですね、まあ、いわゆる注意機構、アテンションと呼ばれるので、All you need is attention って非常に有名な論文があるんですけども、この部分だけ取り入れればいいんじゃない。要するに、その微分をね、こうガツってやるって、ここの部分だけ、これだけをですね、こうわーっと組み合わせればいいんじゃないの。で、もっとですね、言うと、なんかもうちょっとこれ、間引きしちゃっていいんじゃないのってやって作ったのが、いわゆるトランスフォーマーって言います。まあ、バートとかね、バート、BRT とか、BART とかいろいろあるんですけど、バートとかバート。で、それをですね、さらにこれをで簡潔にして、で、かつこれですね、バーっとこう組み合わせていくっていうのをやったのが GPT っていうんですね。で、GPT-1、2あたりですごく嗅覚のいい音がですね、これ見つけたんですよ。これなんか通してるするほど処理速度が速くなんだったら、これ、ムーアの法則で、コンピューターとね、いわゆるその半導体のね、発展、とともに、コンピューターが発展して、で、それでアメリカの現在の、国力がですね、担われたってことを考えると、これ投資してもいいんじゃないかって考えたのがイーロン・マスクなんですよ。で、GPT-2 あたりでうわーっと投資したんで、バーっとですね、この GPT の、まあ、その発展が遂げたんですよ。でもね、チャット GPT で、これ買ってくださいね、これね。チャット GPT、これ、東洋経済。チャット GPT に使ったら、たかだか GPT-4 なんですよ。つまり何かっていうとですね、これ以上はちょっと無理だなっていうことなんですね。で、トランスフォーマーが、やってる、いや、まあ、やったですね、ナチュラルランゲージプロセッシングっていうのは、この自然言語処理っていうのはですね、まあ、今まではどちらかというと、まあ、いわゆるですね、
トピックモデルっていうのがあって、トピックモデルっていうのはもう完骨脱退してですね、この文章について完骨脱退して、どういう名詞が使われてて、どういう動詞が使われててみたいな、でこの名詞と動詞とですね形容詞の間の関係性、これまあいわゆる、狂気関係っていうんですけども、この狂気関係でですね、要するに確率としてある単語の次に来るのはこれ可能性が高いんじゃないかみたいなことをやって、それでトピックがこうある文章にこういうトピックがあってみたいな、でこのトピックについてじーっと見てですね、大体こんなもんかなみたいな、なんかそんなようなことをしたのは今までのですねナチュラルランゲージプロセッシングで、まあある程度相場感がある人がそれ見るとですね、ある文章、あやっぱこの中身あったねみたいな、なんだけど素人が見るとちんぷんかんぷんだったんですね。だからそのいわゆる自然言語処理っていうのと、あと画像認識っていうのを大きく分けるとですね AI の世界あるんですけども、その自然言語処理はですねちょっと行き止まり感があったんですよ。だからある程度前提知識ある人が使える自然言語、人間が喋ってる言語を解析するものはあったんだけども、ちょっとこれ学者さん向きでいまいち使えねえかなって言ってたのが、これがですね次このトランスフォーマー系で何が出てきたかっていうと、基本的にはマスキング問題なんですよ。ある文章があって、これとこれとこれはこの単語は、マスキングしておきますみたいな、でそれでですねバーッとたくさん学習させるんですね、他の文章、例えばウィキペディアの、例えば社会科学っていう項目にある全部の文章をバーッと勉強させると、そうするとですね要するに順列組み合わせじゃなくてですね、その確率論で、ある単語の次はこう単語でこうでこうでって、その文章のつながりで、しかもですねトランスフォーマーなんていうと、こちら側かとこちらが最初と最後と、要するに意味は別に問わないので確率論だけなんですよ。だからこちら側から右側だとで左側、その文章で両方ともでやるんで、より正確な順番が分かるんですね。で単に順番でしか捉えてないっていうところがすごく重要なところです。だから意味はですねどうでもいいんですこれGPT も含めて。でですね、じゃあ何が何やってるかっていうと、過去にデータがあったらばそれに対して、原田武って何のストラテジストっていうことですね、例えばですね質問するわけですよ。でそうすると過去データの中に入ってて、私はグローバル AI ストラテジストですって、これから初めて名乗りましたけども、対外的にですね、これは、これからいろんなところでいろんな書いてあるとかなんとかする、もうその自然に学ぶと、微分でですね、あと確率論で、チャット GPT がちゃんとですね、原田武夫さんはグローバル AI ストラテジストです、みたいな感じでちゃんと答えてくれるわけです。ただそれだけなんですよ。ただそれだけ。で、これでね、鋭い皆様方はおそらく気づいたと思うんですよ。このチャット GPT の最大の弱点は何か。みんなが使わないと、この単語間の確率、狂気関係がですね、正確にならないんですよ。だから、この辺はマイクロソフトっていうのは本当にうまいんですね。あるいはまあアメリカ、IBM とかも全部うまいんですけど、何かっていうとみんなをですね、わーっと使わせるんですよ。わーっと使わせるとみんなちゃんと楽しくて、わーっとこう使う。だこういうふうにして記事化されちゃう前にね、まあなんか、要するに チャット GPT っていうか GPT、じゃあこの辺はですね、そう危ないんじゃないかみたいなと、みんな危ないんじゃないかって言うとみんな使うんですよ。そっち行ったら火事になって会いますよって言うとみんなそっち行っちゃうんですね。それと同じで、だからですね、これチャット GPT、これすごく有名なマーケティング理論なんですよ。で私これやってんなってこういう風に出るとね、そうするとみんなで使っちゃうんですよ。使っちゃうとどうなるかって皆さん質問するでしょ？で、質問するとですね、私は2021年より前のことしか知らないので、そのことについては知りませんって言うんだけども、正解は何でしょうかとか書かれるとですね、そうすると皆さん、イギリスの首相はスナクだよとか書いちゃうわけです。そうすると、みんなが書くとまたこれで確率でですね、どん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 賢くなっていくんですよ。それは何かっていうとですね、皆さんこのチャット GPT とかですね、これ使って GPT を使って、なんとですね、とある企業さん、OpenAI っていう企業の稼ぎを作ってるだけなんですよ。アホですね。アホですね。っていう話なんですね。だからですね、私、まあ、ナチュラルランゲージプロセッシングやってる立場からするとですね、これは何の感情もですね、何にも関係ないその言語処理なんですよ。それを、なんかこう、まあ、これによってね、すべてが変わるんじゃないかみたいな。ただですね、これを導入しようとする動きが、我が国はですね、なんと観光庁が始めちゃってるんですよ。他の国は、これ危ないから、そうですよ。だって、みんながやればですね、結局、このチャット GPT が、基本的にみんなの代わりに作文するってことになると、作文する能力を失われちゃうから。だから、そのことを考えるとですね、こんなもん使わせちゃいけないんだけれども、国民教育の観点から。でも、我が国はなんと農林水産省がですね、今月中からもう使い始めるみたいな。どうしてかわかります？少子高齢化なんですよ。少子高齢化するとですね、単純作業をする若者、ね、あるいはその、いわゆる、非正規であってもですね、労働者の方がいなくなっちゃってんですよ。今これが一番深刻なのはどっかわかります？一番深刻なのは、
観光庁なんですよね。観光庁でですね、で役所ってでもどんな情報を扱ってます？国民が大切にすべき行政の情報、秘密情報じゃないですか。これちゃんと全部チャット GPT に入っちゃってる。で、これデータどこにあるんですか？サーバー。日本国内ですか？ないんですよ。ないない。どこですか？海の向こうで。だからもう私たちですね、日本人丸裸、これから。もうね、止まんないと思いますよ、これ。観光庁とかね、地方の役所とか、どんどんチャット GPT で、便利だね、みたいな。そのうちですね、もう行政文書、だから今国会の中においてもですね、国会答弁、審議をなんかチャット GPT でやった方がいいんじゃないか、大臣いらねえじゃん、みたいな。大臣の出現とかそんななくなっちゃうわけですよ、これからね。そうするとなんか国会議員いらないんじゃないかって話になってきて、もう、だから日本共産党がですね、今必死になってこれは違うんじゃないかって言い出して、やっぱりですね、確かなやつは違うかなと思うんですけど、ということなんですよ。だからですね、日本でなぜこのチャット GPT 許可論みたいな、どんどんやろう論が出てるかっていうと、もちろんですね、これは私は AI 反対論者ではありません。だけども、AI が何であるのかっていうことを分からないで使うのはですね、愚の骨頂です。すなわちですね、技術的に何かすごいものなのかっていうと、端的に申し上げましょう。すごくないです、全然。だけども、この仕組み、ビジネスのですね、こうストラクチャーがすごいんですよ。つまりみんなをですね、みんなチャット GPT だよみたいな感じで言ってですね、みんなにわーって使わせることによってその内装ですから、内装っていうのは内側にあるデータだけで判断できるんですよ。外装、すなわち外にあるデータは AI は一切判断することできません。だけどこの確率論を、この確率を高くしている。で、なんでこんなことできたかというと、そのデータベースはですね、結局容量がものすごく大きいものがちっちゃくできるようになったからなんですよ。だからこのタイミングでリリースして皆さんに使ってもらえば使ってもらうどん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 良くなってくる。じゃあですね、最後、これによって一番ビビってるのは何かっていうと、検索をしなくなっちゃうんですね、これね。皆さん、だから検索っていうのは、なんだっけ、この会話ね、会話してる最中に、みたいな、あー、なんだっけ、あれ、あの歌手、歌手みたいな。ほら、70年代でさ、なんかカーテンがこう上がってくる、あー、千秋直美かみたいな、千秋直美別に関係、私は別にリアルタイムで見たことないですけど、あー、なんか活性化みたいなね。そうじゃなくてですね、70年代に大ヒットした日本の歌謡曲で、カーテンコールを、題材にしたもの何ですか？千秋直美さんの、喝采ですみたいな。出てくるわけですよ。で、ついでにボタンを押すって言ったら、それで曲が出てきちゃうから。だからですね、文章を作る必要なくなっちゃうんですよ。で、そうなると検索をしなくなるんですよ、リトリーバル。で、現在の検索のシステムってトランスフォーマー系なんですけど、2017年から実はあんまり発展してないんですよ、Google っていうのは。で、これでやられたなーっていうんでですね、割って、でもこの手のやつっていうのは、もう先行した方が勝ちですから。マイクロソフトがガツッと取っちゃったので、ビル・ゲイツが久々また出てきてね、何やってんのかなみたいな感じだったんですね。で、イーロン・マスクも追っかけるみたいなこと言ってますけど、だからですね、このナチュラルランゲージプロセッシングに関しては、まあ、この後音声、それからホログラムとかですね、そういったホログラムとかでそういうので表現して立体でですね、それで検索したものがその 3D プリンター出てくるみたいな、まあ、そういう流れになってくるに過ぎないと思いますね。じゃあですね、他何かっていうと、じゃああと画像認識かなと。でも画像認識。で、あと画像認識とこの文章を組み合わせてみたいなね。で、質問形式やってみたら、順列組み合わせの話になってくると思います。だから、まあ、AI がですね、皆さんぜひ誤解なきを申し上げたいのは、グローバルAI ストラテジストの立場で申し上げると、AI によってですね、人類が置き換わるってことは、もう実は、専門家たちは完全に断念してるんですね。だから最近、なんかね、カーツワイルとか出てきて、シンギュラリティって言わなくなったんだけど、シンギュラリティはそのものなかったってことは分かったわけですね。それは原理的に無理だわってことはもう分かってるので、こういうオーギュメンティット、拡張現実を作っていく人間にとってね、だからすごく重要なのはですね、私たち人類がどういう世の中に作りたいのか、でこれによってチャット GPT も含めて、要するにチャット GPT でもうね、もう議事録が語りなみたいな、なんかそういうのを文字起こししてたくさんですね作っておくと、なんかもう会議しなくても議事録ができちゃうみたいな、なんかそんなのができちゃうわけですよ、チャット GPT で。そうすると何かというと、人間は人間しかできないことに集中せよってことなんですね。つまりそれは何かというと、0から1を作るせいでこと。それから、たくさんある選択肢からですね、これだよっていうことで、プリファランス。要するにその先行、何を選ぶかってことを決めること。これは AI はすることはできません。できません。はい。なので、この2つに関わること以外はですね、人類はやらなくてよくなるということになってくるんだと思います。はい。ということでございましてですね、私、グローバル AI ストラテジストなんでですね、この7月にまたですね、私ども研究所、新しい、今、プロメテウス1っていうのは、金融データのですね、指標の、この乱高下ですね、このボラティリティについての分析ツールっていうのを出してますけど、昨年の7月ね、もうたくさんの方々がご利用いただいて、これ、会員制サービス払った限りゲームアンシャフトに入らないと、
会員になる、このプロメテウスの使えないんですね。で、7月にですね、プロメテウス2を出して、初めて言うんだけど、プロメテウス3をですね、来年の1月に出そうと思って、絶賛、現在研究開発中なんですよ。驚きますよ。こんなことやってたんだ、みたいなことが出てくると思いますけど、引き続き私自身もですね、まあ AI の研究続けてるんですけども、まあそんなわけでですね、まずは会員になってねっていうことで、私最近ちょっと学習しまして、今終了画面ですね、ちょっと全然違う静止画像を出してるんだけども、この静止画像を出す前に、この今喋ってる最中にですね、ロゴマークが出てきますんで、はい、画面の皆さん見てる画面の左下にロゴマーク、うちのね、四つ葉のクローバー、これクリックしていただくと、まずは会員になりますんで、会員制サービス、新たな劇マンショップにぜひですね、詳細と申し込み、こちらからよろしくお願いします。そして、はいはい、こっからだよ、こっからだよ、ちゃんと消しちゃダメだよ、ここから。ですね、プレゼント企画であります。はい。なんと、知ってるこんなのあるの。はい。ですね、イーシアの見解というのがあります。イーシアの見解。はい。イーシアの見解というのはですね、実は、私どものイーシアがどういう分析をしているのかというですね、こんなまとめちゃって、うちのね、調査部長も気真面目だから、こんな作っちゃってですね、これ、はい。私どもですね、マーケットとそれを伴う国内外情勢に関する分析の、エッセンスが詰まったこのイーシアの見解をですね、ですね、この画面の多分、ですね、右か左かわかりませんが、LINE のお友達登録ですね。LINE のお友達登録をしていただいて、それだけじゃダメなんだよ。LINE のお友達登録をしていただいた上でですね、お名前、これ、ニックネームダメです。お名前、フルネームで感じてください。お名前感じてと、昼間にお電話していいですね、携帯番号。はい。これ、うちの、コールセンターとからですね、ありがとうございましたってことでご挨拶させていただきますんで、これですね、お名前、これまず LINE 登録ね。LINE を登録していただいて、この QR コードから。LINE を登録するとともに、お名前感じてフルネーム。それから、あともう一つはですね、で昼間にお電話していい電話番号、もちろん携帯で結構です。そして、最後に合言葉。大文字でアルファベット、IISIA と、この忍者の合言葉を、この3点セットを書いてですね、LINE に登録したいと、私も LINE の公式チャンネルに登録していただいて、漢字でフルネーム、お名前、そしてですね、昼間にお電話していい携帯番号でも何でもいいですよ。電話番号ですけども。と、合言葉、大文字で IISIA とメッセージをくださった方にはですね、漏れなく、なんと太っ腹これをですね、差し上げます。はい。よろしいでしょうか。で、これまず読んでいただいて、その上でですね、画面の左が出てると思いますけども、ロゴマークですね、クリックしていただいて、ロゴマークをクリックしていただいて、そしてですね、会員になっていただければな、というふうに思います。納得感を得てですね。これだからまずね、これ無料だけちゃうから。LINE ね、登録しただけじゃダメですよ。3つの要素ね。もう一回言うけども、お名前、フルネーム、漢字、昼間かけていい電話番号、そして合言葉、大文字で IISIA と書いて、申し込んでください。申し込みじゃなくてですね、LINE からメッセージください。それと、あともう一つ、もう今から会員になっちゃうよって方も含めて、あるいは納得していく方も含めてですね、ロゴマーク左側に出てると思いますね。こちらに、クリックしていただくとですね、私どもの、会員制サービス、原田経営マンシャフトの詳細と申し込み画面に行きますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今回は最終画面、ほんの一瞬しか出ないんで、はい、ここで終わりということにしたいと思います。さようなら。